ギリダイさん、お誕生日おめでとうございます。本当になんかありがとうございます。おめでとうございます。ミラクルシティコザダルマが届いております。すごい、なんでダルマなん。いやいや嬉しい、めっちゃ嬉しいですけど、はい、ではよろしいでしょうか。すみません、うん、まだまだお話を聞きたいところなんですけれども、うん、司会もいいね。終わりですか。もうちょっとだけです、うん、お時間なくなってまいりまして、まあ監督ですからね司会者じゃないですもんね監督ですよ、ね。はい、ありがとうございます。本当にそれでですね、本日2月4日はなんと、うん、桐谷さんお誕生日おめでとうございます。本当になんかありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ここでですね、はい、高崎から永田だるまの職人川野由衣さん特製のミラクルシティコザだるまが届いております。すごい、42歳を迎えて最初の大仕事ということで、桐谷さん、だるまに目を入れていただけますでしょうか。なんでだるまなん。いやいや嬉しい、めっちゃ嬉しいですけど、僕もわからないんですけど、普通すごいだるまですよこれ。だるま初めて見た。すごい、しかもすごい、どの角度が両方見える感じの。え、すげえこれ。え、すごい。あ、すごい。おしゃれ。これは、あ、こちらに書くってことですよね。これのほぼ9割書かれてる。今時間のことをくださったんでしょう。ありがとうございます。じゃあ書かせていただきますね。すげえ、だるまに目入れる。すごいですね。嬉しいです。こんな感じでどうでしょう。成功祈願して。はい。ありがとうございます。これはすごい。これずっと持っときます。これね、おめでとうございます。これ家のどこに飾るかですね。ちゃんとすごい。すごいかっこいいですね、これ。これすごい、これ。これもらえるんですか。これもちろんですよ。あ、ね、いただきますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ケイタさん、こうだるまを受け取ったところでなんですけれども、はい、最後にお客様へのメッセージを。忙しい。忙しいですけれども。健康祈願。健康祈願って書いてあるんですか。場内安全、家内安全じゃん。まあいいか。これ。興行収入1億突破って書いてますけど、1億行きたいなっていうやつです。あ、行きたいなって。行きましょう。はい、行きます。何でしたっけ。お客様へ最後にメッセージの方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。すいません、本当にこういうある種初めての舞台挨拶の竜ともいれば、はい、監督なのに司会をしているっていう。でもこんな感じで本当にみんなで本当にこう思いを込めて作った作品です。今日こうやって来ていただけてるだけで本当に幸せです。なんていうのかな、まあこういう本当にこういう時期でいろいろやっぱちょっと映画館に来るの難しいなって思う方もたくさん周りにいらっしゃると思うんですけど、今映画館はすごくそういう対策もしっかりしていて、安全なところですので、ぜひ適度なディスタンスは保ちながら、この映画との心のディスタンスはがっつり重なり合ってください。お友達や、ご家族、恋人など、皆さんに紹介していただけたら本当に嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。